はい、今回はですね、まずこちらの超人を紹介していこうかと思います。しげるくんですね。はい、まず基本データからです。身長178センチ、体重は68キロ、超人強度が19万パワーでジャイアンツ製出身です。で、超人界でもエリート揃いと言われる巨人族の出身ですね。で、試合ではサイドスロー気味に繰り出す変幻自在の右腕からの攻撃で完封勝利を目指すということで、まあ、ほとんど野球の話なんですが、で、楽器の使いには彼は巨人族だが阪神タイガースのファンとのことであるっていうことも書かれていました。で、なおですね、アニメでは辰徳という名前で登場していますね。で、作中での活躍と言っていいのかな、まあ作中ではどんな風に出ていたかというとですね、筋肉性を救えの巻で登場していましたね。スグルがキングトーンに戦いを挑んだものの惨敗してしまったため、真由美がしげるくんに養子、しげるくんをね、養子にしようとしていました。まあギャグ漫画の頃とはいえね、ここでもちょっとね、真由美はね、株を下げてる感じはするんですが、その際ですね、しげるくんはこんにちは、はい、精一杯頑張りますっていうね、セリフを残しています。で、究極の超人タッグ編ではカオスの部屋にそのしげるくんの顔が飾られていたようですね。またパーフェクトリジン編でもスグルの部屋にが映されたシーンでしげるくんの写真もなぜか飾られていました。なんで飾られていたのかってのはちょっとわからないんですが、自分への戒めなのか、それともその後仲良くなったのかはちょっとわからないんですけどね。で、まあ実はね、筋肉マンに登場するキャラクターっていうのは、その筋肉族中心に実在するプロ野球選手の名前が付けられているキャラクターが何人かいるんですよね。しげるくんも実はそのうちの一人なんですよ。まあそこでですね、次はですね、プロ野球選手の名前が付けられた超人をちょっとね、紹介していこうかと思います。まずは先ほど紹介したしげるくんなんですが、しげるくんはね、小林しげる氏が元になっていますね。まあ、巨人や阪神で活躍されたピッチャーでした。ちょっと亡くなられてしまったんですけどね。最初自分ね、その小さい頃はそのしげるくんって聞いて長嶋茂雄さんのことかなと思ったんですけど、実は小林さんの方だったんですよね。はい。で、次にですね、まあ、筋肉すぐる主人公なんですが、このすぐるも、まあ、江川すぐる氏ですね。まあ、巨人で活躍された、まあ、ピッチャーだったんですけどね。江川さんが元になってると思われます。で、この、小林さんとね、江川さんなんですけど、実はね、その、江川さんって最初、阪神に入団したんですよね。ちょっとこれ、江川さんのね、現役の頃知らないんでね、そんなに詳しくは分かってないんですけど、ただいろいろあって、結局その江川さんと、もっとその頃巨人にいた小林さんがトレードされたんですよ。で、結局、江川さんが巨人、小林さんが阪神っていう風になったんですよね。はい。で、あと、まあ、参考なんですが、まあ、筋肉当たるの当たるは、おそらく、まあ、江川当たる氏、江川当たる氏はね、その、すぐる氏の実の弟です。はい。弟さんの名前ですね。はい。で、他にもですね、筋肉真由美の真由美もそうです。これはね、真由美明信氏ですね。阪神などで活躍された、まあ監督もしていたと思うんですが、まあ、真由美さんのことです。で、真由美ってね、これ名字です、実は。はい。で、あとですね、筋肉辰徳の辰徳、これは、まあ、今でもね、巨人ジャイアンツで、監督をされている原辰徳氏が元になってると思われます。で、あと、筋肉貞治、ネメシスのことなんですが、この貞治は王貞治氏ですよね。まあ、現役の頃は巨人で大活躍されていましたし、今ではソフトバンクホークスの取締役会長もされている方です。はい。だからね、その、年としては、王さんの方がね、上ですよね、原さんよりも。だけど、まあ、その筋肉貞治の方の弟っていう設定もなかなか面白いなとは思います。ね、自分はね、その中日ドラゴンズファンなんだけどね、うん、ファンなんで、まあ中日に由来する名前の超人が登場するとすごく嬉しいんですけど、ゆでたまご先生ってそもそもそのプロ野球に関してどこまで詳しいのかちょっとわからないんですが、中日のこともどうなんですか、どこまでご存知なんでしょうかね。ちなみにメジャー、中日に由来する人物でメジャーな方としては、例えばタオさんとかです、楽天の監督とかしていたタオヤスシ氏とか、あと落合博満氏です。
ですよね。で、まあ亡くなられてしまったんですが、星野仙一氏などが、いらっしゃいますね。あとはまあついこの間まで現役やってた山本正投手ね、山本正弘氏などもいるんでね、例えばその広光とかね、正弘っていうのは結構強キャラな感じはするんですけどね。まあさっきも言ったように、どれぐらいねドラゴンズに関してご存知なのかわかんないんですけど、でもね、あの筋肉マンってあのプロ野球のあの侍ジャパン、プロ野球っていうかその WBC とかのね侍ジャパンでコラボとかはしていたんですけどね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。